うつ伏せカエル足でお尻がかかとにつかないとやばいです。股関節骨盤周りが硬い証拠です。食事制限有酸素スクワットやる前に股関節柔らかくしましょう。スマホは顔の前に置いてうつ伏せになりましょう。足の裏をぺったり合わせてカエル足作りましょう。手は肩の真下についてこんな感じです。このままお尻をかかとに近づけます。これ繰り返していきましょう。かかとがお尻につきますか？つかない方、硬い証拠です。ゆっくりでいいです。で、手をあんまり前につきすぎるときついので肩の真下あたりにつきましょう。ゆっくり繰り返していきましょう。で、しっかり股関節からこう曲げるイメージ、曲げるときにここにね、何かをギュッと挟み込むイメージですね。スピード勝負じゃないですよ。しっかりかかとをお尻に近づけましょう。なるべくね、足の裏同士ぺったり合わせたままやると効果的です。よし、オッケー。そしたら次はスマホ持って上向きになりましょう。枕ある方枕入れましょう。スマホ手に持ったまま、膝曲げといてしっかり外に開ききる。内もも使って閉じきる。これ繰り返していきましょう。閉じきる。限界まで開いて内もも使って閉じきる。これね、スピード全然重要じゃないです。普段開かない範囲までしっかり開ききる。内もも使って閉じきる。これ意識しましょう。ゆっくりでいいですよ。で、呼吸止めないようにしましょう。さらに頑張れる人はね、ちょっとお腹へこませたままやるとお腹にも効きます。ラスト1回頑張りましょう。しっかり開ききる。内もも使って閉じきる。よし、 OK。 そしたらこの膝曲げたままですね、次右足しっかり伸ばしきる。下ろす。右足しっかり伸ばしきる。下ろす。これ繰り返しましょう。目的はしっかり伸ばしきることです。で、伸ばしきるときにこの膝上、普段使わない膝上の筋肉使います。前ももなんですが、なるべくこの膝上あたり、ここをね、意識して行いましょう。いまいちね、こう前もも全体使っちゃうよって人は膝上こうやって触って意識してあげると、ここね、意識しやすいです。スピード全然重要じゃないですよ。伸ばしきることが目的です。よし、オッケー。逆足いきましょう。左足しっかり伸ばしきる。戻す。しっかり伸ばしきる。戻す。これ繰り返していきましょう。スピード勝負じゃないですからね。伸ばしきる。下ろす。で、呼吸は止めないようにしましょう。基本的にズボラストレッチは1回でね、変化が出るようになってますので、最初に行ったうつ伏せのカエル足のチェック、あれもね、動きやすくなってるのが、今日動画終わったので分かるはずです。で、あとおすすめなのは、メジャーを使ってね、ウエストとか太もものビフォーアフター計測すると、本当に1回で変化出ます。で、メジャー持ってない方はね、近くの100円ショップでぜひ買ってみてください。ラスト1回しっかり伸ばしきる。下ろす。よし、OK。そしたら次、この右足いきます。大きく外回しです。内から外に回していきましょう。普段動かさない範囲で大きく回します。ご自身から見て反時計回りですね。で、目的は、普段動かさない範囲で動かすことなんで、これもスピード勝負じゃないです。なるべく大きく回す。で、股関節ゴリゴリなるよーって方は、痛みがなければ、そのまま大きく回して大丈夫です。痛みがある場合は、ゆっくり小さく、痛みがない範囲でいいので、回していきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。反対足ね、こうやって立てておいても OK です。よし、OK。逆いきます。左足いきますね。内から外に回す。こっちはご自身から見て時計回りですね。普段動かさない範囲で大きく回していきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。こっちもね、痛みがある方は痛みない範囲で、ゴリゴリ鳴るだけで痛みがなければ大きく回しちゃって大丈夫です。ただね、あんまりにも股関節ゴリゴリになるのが気になるよーって方は、YouTube のこの概要欄の一番下にね、股関節ゴリゴリになる方、ポキポキになる方専用の動画ありますので、ぜひそちらね、ご覧いただければと思います。呼吸を止めないようにしましょう。ついてきてますか？きつかったらね、途中サボってもいいですからね。よし、OK。そしたらですね、膝、90度よりもうちょっと曲げるぐらい、これぐらい膝曲げて、膝同士つけたままお尻を持ち上げる、下ろす、お尻を持ち上げる、下ろす。これ繰り返していきましょう。目的は裏ももお尻、この筋肉使うことです。膝同士しっかりつけておくことで、ついでに内ももも引き締まるので、なるべく膝同士つけたまま行いましょう。
で、裏ももお尻使ってる感覚ないよって方は空いてる手でね、こうやって触ってあげると良いと思います。ふう、頑張って。ふう、呼吸は止めないようにしましょう。ふう、ラスト1回一緒にやりましょう。よし、 OK。 そしたら次、休憩ストレッチです。左足を右こっちに持ってきます。で、膝を床につけて左肩も床に近づけます。お尻、背中、腰、この辺が伸びてればそれで OK です。どうでしょう、伸びる感覚ありますか。筋トレじゃないのでね、そんな無理にギューッとねじる必要ないです。まあ、痛気持ちいいぐらい伸びてればそれで OK。 休憩ストレッチです。で、結構ですね、皆さんからたくさんコメントで質問いただくんですが、基本的に、どのメニューやった方がいいかとかっていうのは、皆さんが習慣化しやすいかどうか。で、習慣化の定義はもう週に1回でもやってればズバラストレッチは習慣化です。なのでね、まあ、そこまで気負わずにやりましょう。OK。逆行きましょう。右足を左、こっちに持ってきます。で、膝床につけて、右肩も床に近づけます。右のお尻、腰、背中、この辺をね、伸ばしていきましょう。呼吸を止めないようにしましょう。で、どうしてもこう結構メニューを作ってほしいっていう声もあったので、概要欄にね、貼ってある無料のズボラストレッチの教科書で、僕が作ったメニュー貼ってあるので、ぜひそちらからね、足痩せとかお腹痩せとか、もしくは時間がない方向けにね、3分以内の動画のメニューなんていうのも貼ってます。ぜひ試していただければと思います。呼吸を止めないようにしましょう。OK。そしたら次はですね、膝パカいきますよ。膝曲げたまま持ち上げて、限界まで開き切る、閉じ切る。限界まで開き切る、閉じ切る。これ繰り返していきましょう。しっかり閉じ切る。ギュッと閉じる。で、腰が痛いよって方は、空いてる手でお尻の下にこう手を入れてあげると、だいぶ腰への負担が減ります。逆に頑張れるよって人は、なるべく高い位置、前ももをお腹に近づけた位置で膝パカすると、下っ腹プラス内もも両方に効きます。で、スピード重視じゃないですよ。しっかり開き切る、閉じ切る。開き切る、閉じ切る。でも呼吸は止めないでしましょう。よし、オッケー。頑張った。そしたら、一回膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに開いたら、つま先を内、外に、こうやって動かしていきましょう。で、つま先だけ動かすというよりも、股関節付け根からですね、動かすイメージです。これは休憩ストレッチなんで、まあ、ゆるくやりましょう。どうでしょう、皆さんついてきてますか。もしきつかったらね、各種目の最後の10秒をサボったりとか、YouTube は再生速度を早める、遅めるって機能がありますので、それもね、活用しながら、再生速度を早めたり遅めたりして、自分がね、ご無理なく習慣化しやすいペースで続けていただければと思います。で、この次の種目から、右向きに横向きになります。なので、スマホ持って右向きに横向きになりますよ。OK。そしたら右向きになりましょう。で、横向きになったらスマホは顔の前に置いておきましょう。で、膝90度ぐらいに曲げます。この状態で膝同士離す、戻す。膝同士離す、戻す。これ繰り返していきましょう。NG パターンは、上半身がこうやって動いちゃうことです。こうすると全然お尻に効きません。上半身固定して膝だけ離す。こうするとね、お尻の筋肉使ってる感覚あるんじゃないかなと思います。呼吸を止めるようにしましょう。どうでしょう、お尻使う感覚ありますか。上半身固定ですよ。膝だけ離す。で、スピード勝負じゃないですからね。よし、 OK。 そしたらこの右足ちょっと前に出しましょう。で、この左足をなるべく高く上げる、下ろす、高く上げる、下ろす。これ繰り返していきましょう。お尻の横、ここを使うイメージです。お尻の筋肉が硬くて、一番最初にやった回路足できない方も結構多いんですが、筋肉硬いからじゃあストレッチしようって発想に皆さん結構なるんですけど、それももちろん大事なんですけど、筋肉伸び縮み両方大切なんで、お尻の筋肉使うことも大事だし、ストレッチ伸ばすことも両方大事です。なんでこれはね、普段使わないこの中殿筋って筋肉を使ってます。めちゃくちゃきつい。頑張って。呼吸は止めない。きつかったらサボって。ふぅ、頑張れ頑張れ。ふぅ、よーし、 OK。 そしたらこうやって下の右足前に出したまま、左手で左足首掴みましょう。左の前ももストレッチかけていきます。どうでしょう、左の前もも伸びる感覚ありますか。
であんまりねこの時肩にこう力入りすぎないようにしましょう。あとの前もも伸びないよって方はつま先の方を掴んでつま先をお尻に近づけるとだいぶ前もも伸びる感じあるんじゃないかなと思います。それでも伸びない方はもうちょっとね足が後ろに行くようにこうやって引っ張るといいと思います。ただ腰が反っちゃうと、全然効果半減です。なのでしっかり腰は反らないように丸めたまま足は後ろに持ってくるって難しいこと言いましたけど、結論前もも伸びてればそれで大正解です。 OK です。そしたら、この右足前に出したままこの上の足つま先真上向ける戻す、つま先真上向ける戻す、繰り返しましょう。これも上半身は固定してつま先だけ真上向ける戻す、上半身はなるべく固定です。お尻の横ここ使う感覚ありますか？めちゃくちゃこれきついです。上半身動いたら全然効かないですからね。上半身はなるべく固定したまま頑張って、きつい。お尻の横どうでしょう、使う感覚ありますか？ふう、頑張って、きつい。お尻の横意識して頑張れ頑張れ、あきつい、ふう、あと少し。 OK、 そしたら次スマホ持って逆向きになります。寝返り打ちましょう。そしたら左向きに横向きになったらスマホは顔の前に置いておきましょう。で膝曲げてだいたい90度ぐらいこんな感じにしましょう。で同じように膝同士離す戻す、膝同士離す戻す、繰り返しましょう。お尻の横使ってる感覚ありますか？NG パターンは上半身が動いちゃうことです。上半身は固定したまま膝だけ離す、ここちゃんと使ってますか？空いてる手をね触ってあげると、あ動いてるな使ってるなって感覚わかるんじゃないかなと思います。で結構ズボラストレッチがこうどういう理論で痩せるのかとか、あと普段の姿勢とかどうしたらいいのって結構聞かれることが多いので、概要欄に貼ってるねサブチャンネルでそういう系の解説してますので、ぜひ無料なので見てみてください。 OK、そしたらですねこの左足ちょっと前に出しましょう。で右足を真上に高く上げる下ろす、高く上げる下ろす、これ繰り返していきましょう。お尻の横使ってる感覚ありますか？頑張れ、頑張って、きつい人はねサボりながらでいいですよ。でどうしても前もも外ももばっかり使っちゃうよって感覚ある人は膝曲げてあげるとねだいぶお尻に効きやすいかと思います。目的はお尻の横、ここを意識して使うことです。フラス1回しっかり上げ切る、 OK。 そしたら下の左足前に出したまま右手で右の足首掴みます。前もものストレッチやっていきます。いまいち伸びないよって方はね足をちょっと後ろに引いてあげると伸びてくると思います。ただ腰が反っちゃうのは NG です。わざとお腹へこませてお腹は力入れておくとより伸び感がねあるんじゃないかなと思います。どうでしょう皆さん、これついてきてますか？一応こう各動画の種目と種目の間の秒数とかすごい細かいとここだわって作ってるんですけど、もしペースが早い遅い、やりづらいとあればねコメント欄で教えていただければと思います。よし、 OK。 そしたらきつい種目いきますよ。右足を持ち上げてこの状態でつま先真上向ける戻す、つま先真上向ける戻す、繰り返しましょう。上半身は固定しておきましょう。つま先だけしっかり真上向ける。お尻の横ここ使う感覚ありますか？めちゃくちゃきついはずです。頑張って、ふう、呼吸は止めないでしましょう。ふう、きついな、ふう。どうでしょう、お尻の横ここ使う感覚ありますか？ふう、頑張って頑張って、ふう。よし、OK。そしたら、スマホ持ってうつ伏せになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。で上半身べちゃっと寝かしちゃっていいです。膝同士つけたまま、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴ギュッと締める、緩める。これ繰り返していきましょう。緩める、ギュッと入れる、緩める。これもスピード勝負じゃないです。しっかりお尻の穴締めて、緩める。締めて緩める。ちゃんとお尻の穴ギュッと締まってると内もももね使ってる感覚あるんじゃないかなと思います。頑張って、内ももしっかりギュッと閉じる、緩める、ギュッと閉じる、緩める。これ繰り返しましょう。ラスト1回しっかりギュッと締める、緩める。 OK。 そしたら耳の横に両手をついて
上半身ぐっと反らします。腹筋のストレッチです。腰が反って痛いよって方はこんな感じで肘ついてちょっと顎持ち上げる。これだけでもね腹筋が伸びると思います。腰が痛い方はヘルニアとか骨の問題じゃなければ基本的には腰の筋肉が硬いだけです。で腰周りのストレッチもね僕作ってて再生リスト作ってますので、ぜひYouTube のねチャンネル見に僕のズボラストレッチ見てトップページに再生リストバーって並んでるので、そこから腰周りの、ストレッチもね試してみ ていただければと思います。OK。 そしたら次上半身ベチャッと寝かせます。で左足を右こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここ伸びる感覚あれば OK です。どうでしょう、伸びますか？上半身が起きてると伸びません。ベチャッと上半身寝かしたまま、つま先を誰かに引っ張られてるイメージで向こうにぐーっと持っていくと、つま先じゃない、ごめんなさい、ここお腹の前面、股関節の付け根、この辺全体伸びる感覚あると思います。腰肩痛い方無理しないでください。いまいち伸びない方は一回戻してちょっと角度変えてねやってみましょう。誰かにつま先引っ張られてるイメージです。よし、 OK。 逆いきましょう。上半身ベチャッと寝かせます。で右足を左こっちに持ってきます。右のお腹の前面、伸びる感覚あると思います。伸びますか？上半身ベチャッと寝かしててくださいね。つま先誰かにぐーって引っ張られてるイメージです。腰肩痛い方無理しないでくださいね。で呼吸は絶対止めないようにしましょう。でこの次はですね、久々みんな大好きなスーパーマン一緒にやっていきますよ。 OK です。そしたら両手を万歳しましょう。両手を万歳。でこの状態で手と足同時に上げる、下ろす、上げる、下ろす。これ繰り返していきましょう。下ろす、上げる、下ろす。背中、腰、お尻の筋肉使ってる感覚ありますか？腰が反って痛い方無理しないでくださいね。きつい。で頑張れる人は、手と足高く上げてこの状態キープでもいいです。腰、お尻、背中使ってる感覚ありますか？腰痛い人だけは絶対無理しちゃダメです。頑張れ頑張れ頑張れ、きつい、頑張って、きつかったらサボってもいい。首、肩、腰痛いし無理しないでくださいね。OK。 そしたらまた、上半身ベチャッと寝かしたまま、かかとをお尻に近づける、パタパタ動かしていきましょう。で、まあ、これも休憩ストレッチなんで適当にパタパタしててもいいんですが、せっかくなら裏ももとお尻の境目、ここの筋肉使ってるかなってこう触って意識しながらゆっくりパタパタしましょう。スピード勝負じゃないですよ。どうでしょう、裏ももお尻使ってる感覚ありますか？ゆっくりですからね。裏ももとお尻のね、境目がないとか、裏ももお尻に捨てるライトがつきやすい、そんな方はねここの筋肉使わなすぎな可能性があるので、しっかり意識して使っていきましょう。きつい、頑張れ頑張れ、呼吸を止めないで。よし、 OK。 そしたら次スーパーマンクロスです。右手と左足上げる、左手と右足上げる、対角線上に手と足を上げていきます。首、肩、腰、痛い方無理しない でスピード勝負じゃないですよ。対角線上に手と足上げる。お尻、腰、背中使ってる感覚ありますか？頑張れ頑張れ。きつい、きつかったらサボってもいい。頑張れ頑張れ、頑張れる人はなるべく手と足高く上げて頑張って頑張って、呼吸は止めないで頑張れ頑張れ、あと少し。頑張れ頑張れ。よし、 OK。 そしたら最初に行ったカエル足です。足の裏同士ベチャッとつけましょう。ベチャッとつけたら手を肩の真下にこんな感じでつきましょう。でお尻をかかとにぐっと近づけます。戻す、お尻をかかとに近づける、これ繰り返しましょう。スピード勝負じゃないですからね。でここ股関節、ここにこう手とかね、こうギュッとここに何か挟むイメージでお尻をかかとに近づけましょう。ギュッとこんな感じです。股関節しっかりここから折り曲げるイメージ。どうでしょう、皆さんきつかったですか？一回でもねこの動きやすさ変化が上がるんじゃないかなと思います。でツイッターインスタもね毎日更新してますので、ぜひ概要欄からフォローいただけると嬉しいです。
でもね、ここまで頑張った時点で皆さん全然ズボラじゃないです。素晴らしい。自分自身にね、拍手しましょう。お疲れ様です。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価いただけるとすっごく励みになります。一緒に頑張りましょう。